世界の中でも群を抜いて優秀な能力を持っている日本人。しかしながら日本全体が閉塞感に包まれ、かつての華やかさや明るい展望が描けていないことは日本人自身が気づいているはず。海外に出て客観的に日本を見る機会を持った男が、世界における日本人の今の立ち位置と、今目覚める必要性、そしてそのための方法を語ってみたい。これまでの日本では仕事も生活も適当に手を抜いていても生きていくことに問題はなかった。ある意味グレーの中でも誰もが生活を続けることができた。しかしこれからは世界との関わりが好むと好まざるとに関わらず加速することで、日本人にとってもいろんなところで物事が白黒はっきり分かれてくる時代になる。過ぎた過去は今更どうでもいい。これからの自分と未来のために余計なものは捨てて本質を見るという意識改革が必要となる。新しい未来を生き抜くために必要なものとは、まずは意識レベルを上げること。同じ話も伝わる人と伝わらない人がいるが、これはその人の意識レベルの違い。これからは誰もが意識レベルを上げていく必要があると感じる。まずあなたが何を求めているか、というより、そもそも今何かを求めているだろうか。なぜ日本は今こんなにやる気がなくなっているのか。一言で言えば、そうさせられているからに他ならない。日本人はある意味、サングラスをかけさせられて生きている。世界の人はもちろん、日本人自身も知らない日本がたくさんあるということ。マインドコントロールの例を挙げていこう。日本人が世界に出る前提で気づいておくべきこと。海外から見ると人によっては、日本人はいろんなところでマインドコントロールされている印象があるようだ。まず仕事について。日本という国は国民に対し働くためのロボット化計画を進めてきたという事実。日本人の子供に将来の夢を聞くと、なりたい職業を答える。これが欧米の子供のように、どんな大人になりたいか、その仕事についてからどんなことをしたいか、その手段として例えば看護師さんなら OK だった。職業が夢だと、実際になった後にモチベーションが下がるので、新たなモチベーションが必要となる。お金について。例えば貯金。とにかく貯金は良いこととされている。そもそも銀行に預かってもらっているというイメージはどうしてできたんだろう。預けたお金を元手にいろいろ使われていることは容易に想像できる。事実、仮に預金者が全員一度に全額の引き出しを要求したとしても、銀行には全て返す資金はない。健康について。島国という箱の中で能力の高い日本人を弱らせる計画があるとしたら、都市伝説と割り切れるだろう。みんなアトピー、花粉症、がん、周りはみんなそうだから。でもこれは本当は当たり前のことではない。なぜ世界の中で日本だけにこんなに原発が集中しているのか。しかも地震のリスクが世界一の国に。水道水に義務付けられている塩素は、これは水の殺菌のためとなっているが、日本人を水の側面から弱体化させるためと言われている。食品添加物の認可量が世界一なのはなぜか。優秀な日本人が世界に出ないように島国に閉じ込めて弱らせる。体を作る空気、水、栄養の面で攻めていく計画があったとしたら。ちなみにスギ花粉は日本だけにしかない。そして世界の高アレルギー剤の 88% は日本だけで出ている。日本人がそのためにアレルギーにさせられているとしたら、ウイルス対策ソフトメーカー自身によってより強力なコンピューターウイルスがばらまかれている事実のように、TPP、医療費の負担などの流れもまさにシナリオ通り、遺伝子操作やワクチンや不妊も、ファーストフードをまた食べたくなるのも、そう仕組まれていると考える方がむしろ自然。アトピーや糖尿病が蔓延、小学生がなんと心臓病予備軍、とても笑えない。情報について。これは日本人に限らないが、情報は当然操作されているから、高い意識レベルから物事を見ることが必要となる。情報弱者向けのメディアの典型はテレビ。戦後の GHQ の 3S 政策は、日本人を愚民化させ、政治的経済的関心から目を背けさせるものとして有名。かくしてこの国であり、不尽なことがあってもデモや抗議が滅多に起きない。そう、みんなが無関心だから。例えば地球は温暖化と言われるが、誰が本当に確かめたのか。誰か利権を持った人がいたり、エコビジネスなど都合のいい人がいるかもしれないと想像することもできる。3.11 の原発の映像も国内メディアは控えめに出していたことは周知の事実。言葉について。中学から習って大学まで出たとしたら、10年勉強してるのに英語で自己紹介すらできないのはなぜか。本当は簡単なのに喋れないようにされてるだけかもしれない。日本人が世界で活躍したら不都合な人がいるんだろうか。紹介した情報をどう受け取るかはあなた自由。ただ少なくとも自分の周りで成功し豊かに生きている人たちは、自分で本質を見極める目を持っていて、世の中の情報に惑わされることは決してない。
マインドコントロールに自由はない。覚醒してプラグを外すことで初めて自由になれる。日本人一人一人が覚醒して世界に出るのは今しかないと感じる。解決策はどうする？自分の欲をはっきりさせ、それをエネルギーにする。未来は自分の手で 100% 選べる。自分の欲をまず満たす。満たされ溢れたところで身近にいる家族や身内、仲間、友達と役立つ場を広げていく。自分のリアルな立ち位置を知る。収入は一本で大丈夫か？円だけの貯金で本当に安心か？何も準備せずなるようにはならない。なるように動いた人しか何ともならないのが事実。大変になってからではなく、大丈夫なうちから準備してこそ意味がある。経済の難しいことは苦手です。とこの間哲が嘆いていたが、苦手でも意識することで情報が入ってくるし、必要なことならやはり勉強も必要だ。経済力を持つ自分になる。あなたに仲間がいるなら、経済力を持てるチームにしていく。日本が仮にどうにかなっても、みんなで海外に出てそこで頑張って、ひいては日本の復興に役立つこともできる。収入源を増やす。サイドビジネスへの後ろめたさがあるなら、それこそマインドコントロールと考えよう。収入源は最低4つが理想。アメリカではセブンポケッツという言葉があり、タイプの違う7つの収入が理想的と言われる。権利収入が7割、労働収入が3割で、さらに以下の条件を満たしていることが理想。初期投資が少ないこと、固定費が少ないこと、在庫がいらないこと、少なくてもいいから定期的に入り続ける収入であること。しっかり稼いで自分だけでなく、親世代の老後を支える。そして世界で日本人が稼げる事業を展開する。自分にとって本当に大切なものは、誰のために限られた時間と命を使っていくか、何のために頑張っていくか、世界に出る前に日本人がもう一度はっきりさせておきたいこと。和の心を世界に、おもんぱがるという独特の文化、人を大切にする、時間や約束を守る、思いやりがある、周りに気を配れる、人を認める、褒める、喜ばせる、諦めないという精神力、感謝の気持ちがある。日本人の世界に誇れる能力を知れば知るほど、それを世界に伝えたいと思うようになった。そんな日本人の良さを自覚するためにもっと海外に出よう。そして、覚醒し自由を得て、日本の魅力や日本人の素晴らしさをみんなでもっと世界に広めたい。